イエーイ。ああちょっとなんかさ、前50分やっちゃったんで、50分やっていつ45分5分オーバーして喋ることが完全になくなった。だからやっぱなんか制約と制約だね。うん、もういいな。いやすごいな、冨樫先生、制約と制約とか。かゆ、めちゃくちゃ膝の裏がかゆ。でも俺膝の裏は膝の裏って名乗ってもいいと思う。だって明らかに俺から見ても、まああぐらかいた時は膝の裏かって言われたら、まあなんで膝が裏の癖して膝のあのお前の裏にあるものに膝の裏って名乗るなよみたいには言わないよ。だって膝はさ、だいたい表にあるから、その裏にあるやつが膝の裏って呼ばれてもしょうがないと思う。でも肘の裏は納得せんよね、肘の裏は。俺これだけ納得できない。うん、一生しねえから納得なんか。でもちゃんと名前ありそうだよな、単純に鼠径部的な名前は。鼠径部って面白いな。うんね、エロい場所とされてるのを極限までにさ、名前としてのエロさを削ぎ落としてるよね。鼠径部っていうそういう場所を示してるからエロくなるっていうか言いづらくなるだけでも、鼠径部っていう言葉にはさ、そこまでにエロさはない気がするけど、でもその無理やりエロだって思えばさ、そもそもエロい場所なんだからエロいんじゃないかって錯覚することはあると思うけど、鼠径部っていう名前にはそこまでエロさはない気がしてきたな。でも完全にないわけじゃない。完全にエロがない部分ってどこ？頭？頭？完全にエロがない。目っていうだけならいいけど、眼球っていうとなんかさ、エロのオーラみたいのがね、ムラムラ、メラメラかな、ムワムワみたいな感じでさ出現してくるよね。眼球って言っただけでね、眼球だぞな。うん、頭部ダメだな。エロくない場所なんかないわ。みんな言ってたもんな、ヒロトさんが、全身秩父ってな。うん、体の一部が秩父じゃない、体は全部秩父なんだって言ってましたかね。じゃあもう全部エロいんだ、もう全部エロいで決定。だから鼠径部もエロいしな。まあ、そもそも場所としてエロいからな。うん、鼠径部なんだもん、しょうがねえだろ。エロからは逃れられないんだよ俺たちは。うん、でも気にしないことはできる。逃げなくたってね、あのちょうどいい付き合い方をしてけやね、それは別にちょうどいい感じになれるよ。ああ、そのソファーの上にさ、物がなくなった。お母さんが全部畳んでくれたわ、衣服。もう俺衣服畳めない人間だから、多分一人暮らしたら部屋ごちゃごちゃになるだろうな。やばいな、人間としてのその生活レベル、一人暮らしレベル上げていかなきゃな。暮らしのレベル上げるんじゃなくて、一人暮らしを自分で一人で完結できているかっていう能力上げていかなきゃ。口カピカピなんですけど、
ういーす。皆さんご機嫌うるわしゅう。なんかよくわかんない挨拶してますけどね。顔洗ってきたわ、うん、顔洗い、あーやめとこ、へ、なんか顔洗いにっていう名字、顔洗いゴンゾー的なことを言おうと思ったんですけど何にもつながっていかないから言うのやめたわ。いやー肘かゆい、や膝の裏かゆい、アトピーだ、乾燥だ。パワートゥーザピーポー。ああ大きな声でね歌うのはいいね。ああ、かゆ、膝の裏尋常じゃなくかゆいわ。カリッカリしてるわ。うおーかゆいよー。うおー。わぞんどんわつんどべん、あばんべんべんべんどんばんどん、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザトゥーザピーポー。ああ顔洗ってすっきりしたわ。もう俺洗面台を風呂としようかな。もう手に水つけてさ、ま、鼠径部、鼠径部洗ったり脇洗ったりさ、ねえ、肘の裏、ねえ、肘の表、肘表、体の部位全部覚えておきたいな。体の部位じゃない、体の部位の名前全部覚えておきたいな。それか俺が勝手に名前つけようかなって思ったけど、名前つけるのって大変だよな。変な名前つけるのあるわけでしょ。でもやっぱ一番最初に発見した人って名前つけれるからな。いいな。まっ、一番最初に俺という才能を見つけられたので、俺は、俺に、羽島京志郎という名前を授けましたとさ。これから、これから。その通りですよ。これからですよ。でも人気、でも人気にならないと俺が好きな人もさ、厳選なわけじゃん、結局。いっぱい集めて、その中に俺の好きな人がいればいいわけで。で、その人からお金をもらう。お金もあげていいくらい。ね、好きですって。楽っていうか、面白いのでお金をあげますと。ね、あなたのおかげで、だいぶ娯楽が増えましたみたいなね。まあでもそういう心ってあんまりないよね、結局。そういう心の持ち主っていないじゃん。その幸せだということに気づけてる時点で相当幸せな人間なわけですよ。だから幸せっていうことに気づけない人間が不幸なんだよな。俺って今さ、尋常じゃないくらい幸せ。うん。別に豪邸を持ってなくたって幸せにはなれるからさ。1億持ってなくても、10億持ってなくても、100億持ってなくても、1兆持ってなくても、幸せにはなれる。でも、必要最低限以下の暮らしでどうやって幸せになれるんだろうな。むずいな。でもやっぱ必要最低限的なさ、暮らしは必要だよな。うん。でもむちゃくちゃ幸せだな。俺、やっぱり。幸せと気づけてくれてありがとう。俺がようやく幸せを気づけ、でも幸せってことはあんま好きじゃないよね。幸せって抽象的じゃん。まあ、いいこと。ね。いいこと全部まとめて幸せなきゃじゃん。だから楽しいっていうのも幸せだし、好きなものがあるってのも幸せ。だから全部まとめて幸せなんだよな、結局。楽しいこと、好きなこと、気持ちいいこと。なんだ。楽しかったり、気持ちかったり、好きだったり、面白かったり。感動もまた別なんだろうけど。ね。まあそういうこと。幸せだなって思う習慣はないよね。美味しいなとかさ、楽しいなって思うわけじゃん。その、
抽象化っていうかぼんやりするわけじゃん。幸せってことにしたら、幸せって大体まあ感動じゃないけどいいなって思うことのね、幸せって無限にあるな。結局幸せってやっぱ無限にあるけど、その無限気づけるのはむずいな。てか幸せに溢れてるわ俺の生活は。うんね、幸せだ、楽しいな。麦茶うめえもん、麦茶うめえわ。でも幸せって言ってて、これマジでやばい。超でかいジョッキに水パンパンに入って、それをこぼしたら幸せかっていうと幸せじゃないよね。うん、前振りみたいになってるけど、ちょっと、ね、こういう億劫になるからダメ。ちゃんと両手でしっかり持とう。薬飲んだんだけどな。まあでも30分かかるからね。まあもうすぐ効いてくるけど、あのでも顔をさ冷たく洗うとめっちゃ顔熱くなるから俺やらないんだよ。なんか多分顔が冷えちゃってね、あ温めなきゃってなんのかな。超熱くなってね、辛いから。風邪ひいてるのと同じでね、熱が上がるってことは熱で中のものを殺そうとするけど、ちょっと熱が上がったくらいで死ぬ気なんていねえだろ。それくらい考える。いやちょっと数度上がったくらいで菌は死ぬの。でも別に熱が上がってんのって熱を殺そうとしてるっていうよりはあれでしょ、こういうなんかその熱を殺す働き方をすると体が熱くなっちゃうみたいな、そういうのなんでしょ。そうだろう、多分。そんな人間の体って多分バカじゃないから、ね、ちょっと数度上げてめちゃくちゃ辛い数度上げたくらいで菌を殺すわけじゃなくて、単純に菌を殺そうと頑張って熱くなってるだけだからな。多分そうだろう。そうなん、そうだと言ってくれ。どうも、パワートゥーザピーポーです。イエーイパワートゥーザピーポー、テレテテテレ、パワートゥーザ、うんうん、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザトゥーザピーポー、We need a water to we, we need a water to see away, パワートゥーザピーポー、おー喋ることが全くない。チンポッポー、あー何もないときはチンポと歌えばいいんだよ。チン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 コチン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 コチン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 コ、チン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 コ。鬼滅もハイキューもヒロアカも女はストーリーを見ずにキャラしか見てないから、それで作品を語らないでしょ。ハイキューも絶対面白いけどな、うん、おもろいけど俺スポーツものは見ないんですよ。スポーツ好きじゃないので。まあでもあの鬼丸だっけな、鬼なんとかは見ようと思ったけど完結しちゃったからな。完結したら見ないって。でもね、まあいいか。パワートゥーザピーポーパラパーパーパラ、パワートゥーザピーポーパラパーパーパーパラ、パワーパワーテンツテ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 テン、サムライナウって面白かったのかな。まあでも結構面白かったな、サムライナウは。
でもなんだかんだ面白かったな。バトルしてるだけで面白いし。うん。あ、大変だよな。早くなんかアシスト人工知能みたいなの作ってほしいな。うん。アシスト人工知能みたいな。でも出版社って絶対そういうことしないからな。いつまで経っても漫画は人力なのかな。どうだろう。そんなことはないだろう。いやーでもな、単純に漫画がおかしいだけでしょ。うん、おかしいんで、あれ成り立っちゃいけない商売だと思うんだよな、漫画って。実はあんなにいっぱい絵描かせてストーリーも描かせてさ、ねえ、すごい商売をしてるよ。でも編集者もなんかいい編集者もいるけど、でも結局マシリトさんっていう人はもうジジイなんだな、ちゃんと。でも俺やだな、老害になるんだろうな。やっぱやらないやらないやらないって続けていくと、ああいうようなジジイになるからな。うん、でも全部、でも俺 TikTok 別にやらないわけじゃない。やって楽しくないからやめたんだよ。俺 TikTok 一応やってるから、ね、でもさすがに恥ずかしくてできないけど、 TikTok にそのやるだけはやってるのよ。てかやるだけやってんな俺。あ、かしこ。俺も結構前か、まああのね、まあね、あ、なんで口ごもっちゃうんだな、いつも。あんま名前出したくないんだよな、俺が。足引っ張っちゃう。でも足引っ張るほど、まあいいや別に。まあね、昔のネットもみたいなね、ネット、まあすごい面白い YouTuber とネット上だけでね、ネットもになったんだけど、そいつが TikTok やってて、やってみた。 TikTok は全然楽しくなかったけど、まあ恥ずかしいからそれはやれないけど、 TikTok はやってみた。うん、でもよくわかんないつまんねえやつに、絶対俺よりつまんないやつにコラボ動画出されて萎えた。うん、俺があーみたいなこと言ってる動画がクソつまんねえやつにコラボされて、ムカつくなこいつ、絶対俺より面白くねえじゃんこいつって思ってやめました。でもちょっと顔似てたのが面白かった。まあ、ちょっと顔似てるからコラボしたんだろうけど、すごい20億、何この線、怖っ、こっちいないねん。カピカピだ。これ片手で持ったら絶対危ねえんだよ。世界で一番おいしい味噌汁ってなんだろうな。世界で一番おいしいステーキはなんかすごいニューなんとか牛 100% の13年くらい、作った肉らしい。それをさらに熟成させたらどうなのかな。ひろゆきさんが言ってたけど、わー食いてえけど日本じゃ食えないらしい。しょうもな日本だからどっかで食うよ。うん、でも俺香港は行きたくないな。香港って言ってて、でも別にいいや、俺十分うめえもん、ステーキ。うん。硬いんだけど、すごい美味しいんだってね。噛めば噛むほどうまい。そんな食べ物あるの？ねえ。すごいな。美味しそう。低温調理器とかで。低温調理器面白いな。欲しいな。でも高いな、低温調理器。絶対安物買ったら安物銭。安銭失いだからな。安銭ないだからな、本当に。略してね。安物買いの銭失い。略して安銭ない。安銭ないはね、気をつけていこうと思いますよ。だから高いのがいいのかって言うとね、わからねえが。でも低温調理器ってなんか日本語ねえよな。ダルビッシュがね、ダルビッシュが使ってたやつ、まあ英語だけど、まあ設定で英語にしてるだけなのかな。まあでも英語に慣れてた方がいいよな、海外にいるんだし。というか英語もちゃんと勉強してるから別に英語でいいでしょみたいな感じなのかもな。
それがめちゃくちゃカッコつけて英語にしてるか。本当は日本語がいいんだけど、でも英語してんのこっち感があるし、っていうか日本でも絶対そんなわけないな。普通に日本語もそもそもあの人はどっちもできるんじゃないの。ダルビッシュって名前が付いてるくらいで差別だね。でもやっぱダメなのかな、そういう差別みたいなのもさ、明らかにそのね、俺黒人をそのなんかちょっと濁してクロンチュって言いそうになっちゃうけど、それ言ったら逆に炎上、逆にてか真っ当に炎上しそうだよね。クロンチュって言ったらクロンボみたいなさ、クロンボもダメじゃん、あれ差別用語じゃん。でもさ、あれっていうのはさ、国籍とかじゃなくて純粋に頼るかいけない。どこの国も別にもう何でもありになったら俺はいいと思うのよ。でも何でもありなんでしょ、もう今現状。うん、でもいいや。じゃあ別に誰がやろうがもう。宇宙人でも持ってこい。うん、もういいよ。もう日本やっぱもうめちゃくちゃ金メダリスト取りてえが、もうすごい惑星行ってさ、もう宇宙人取って、宇宙人のハーフ作れよ。宇宙人と日本人のハーフ。もうそこまでやってくれよ。そうしたら差別なんかなくなるもん。外国人みたいな。だって宇宙人いるし。別にいっか、みたいな。うん。宇宙人っていうのも、俺たちも別に宇宙にいるから宇宙人なんだけどな。うん。外の惑星。外の惑星ね、連れてこい、めっちゃすげえやつ、もう。ドラゴンボールの世界みたいな、ピューンみたいな、ビーム出せるやつ持ってこいよ、ほんとに。ムカついてきたの。勝ってくれも、金メダリスト7600個みたいな。うん。あと金メダル増殖バグもな、よろしく頼むよ。ほんとに。それじゃ意味ないな。ね。全部、表彰台3人とも日本、宇宙人と日本人のハーフ。まあ、それでいいや。そうしたらね、いいと思うよ。ダメなのかな。でもなんか俺も確かに差別の意識なのかな、それは。国籍持ってたら日本人なのかな。まあ日本人でいいのか。これもやっぱ差別なのかな。でもやっぱ差別だろうね。じゃあ国なんか作んな。なあ、そもそも国作るから差別が大きいんだよ。バカじゃねえの、よくよく考えたら。な、国を作るから差別が起きんじゃん。はい、国も国境もないです。そうだよ。それでいいんだ。バカじゃん。な。なんで俺がバカみたいになってたけど、国よって区切るから差別が起きるんじゃん。人間ってやった。やっぱ頭悪いな。ああ、全員頭悪いわ。ちゃんと頭悪い。国を作るから差別が生まれるんだよな。うん。分けるから。でもそれだと、あ、でもそしたら大運動会でいいのか。別に地域ごとじゃなくて、もう、一番テニスできるやつ決めないみたいにすりゃさ、わーいってみんな集まってくるから、それでいいんだよな、どこ。もう個人競技しかなくなるけど、まあ、とりあえず、なんだろうな、どうして、でも団体戦ってものはちょっと少なくなっちゃうよな。うん。でもそれ、でも別にチームごとでいいのか、それ。チームっていうものになるのか。別に。うん。それでいいよな、もう。一番テニス強いやつ決めないみたいな。テニス頂上決戦みたいなのでやりゃいいのか。それ日本が勝ったとかじゃないんだよ。そいつが勝った。そいつが強い。そうなんだよな。よくよく考えたら日本人が勝ったら誇らしいんじゃないんだよ、別に。に、すげえ強いやつが勝った。それだけ。なのに俺なんで喜んでんだ？うん。そもそもスポーツで勝って、その自分の国の奴らが勝ったからで喜んでんのおかしいからね。うん。それはそれでおかしいけど。別に強いやつが、ああ、強いやつ戦ってるのはすごいいいもん見せてもらった。ありがとう。いやーよかったー、めっちゃ。俺あんなテニスできないのに、やっぱテニスできるやつの試合面白いなーみたいに。それでいいんだよな。国作るからいけない。うん。もうなんかもう全部、でも日本語ってやっぱすげえからな。うん。日本語の笑いってすごいよね。だからその加藤純一さんがそのひろゆきさんのものまでチャップリンがどうのこうのって言ってたけどさ、極めてるからな、おもろ。日本人より面白いやつっていんのかな。だってしょうもないじゃん、結局。まあ外国って言ったらそういう意識は良くないみたいなこと、ニコニコのコメントで書いてあったけど、まあ外国は外国だしな、外の国なんだもん。それになんか差別的な意味があるとかじゃないしな。まあそんなブラックジョークみたいなさ、すごいなんかやってること中学生みたいだよな。なんか悪いけどさ、やっちゃいけないことをする、タブーに触れる、どうみたいなさ、しょぼいしょぼい、そんな笑い。うん。すごいな。でもそうじゃん、結局アメリカのさ、そういうのね、ツイッターのやつらが好きなやつだな。
うん、タイマーやるみたいな。タイマーってちょっとそういう雰囲気あるからタイマーいっぱいやっちゃうみたいな。ちげえ、レベルが低いんだよな。うん、いやすごい最低だな。ね。許可取ってないけどディズニーのキャラ出しちゃう。だから俺銀魂あんま好きじゃないんだ。うん。銀魂を純粋な気持ちで見れてたら絶対楽しかったのに、許可出してないけど他のものを出すのに、だから銀魂はツイッターのやつが好きなんだな。あ、俺銀魂じゃ見れないじゃん。ボボ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 ってボボボボボボボも意味わかんないけどね。ずっと。無理、ボボボボボボボって、きついな。だやっちゃダメなことをやるっていうのは、ギャグ漫画としていうか、ギャグとして終わってるよね。みんながあんまやれないタブーをやっていくみたいな。でも、純一さんもそういうとこあるけど、でも面白いもんな。まあ、俺、純一さん好きだからな、ハードルが下がってんだろうな。でも別にそういうのじゃないんだよ。全部そういうことやってるわけじゃないの、純一さんは。純一さん用語入るけど、確かに逆張り的なところ、まあ、逆張りの逆張りの逆張りくらいまで多分あの人言ってるから。うん。まあ、逆張りって言葉もあんま好きじゃないけど、でもそもそも純一さんは逆張りじゃないの。あの世の意見と逆なことが多いだけで、別に逆張りっていうのは一番しょうもないやつがやることだから、だって世の中の意見ああして、あ、こういう意見が多いんで、じゃあこう少ない方の意見いきます。あ、こっちになんかもう数が普通で少ない方いきます、みたいな。そういうわけじゃん。常に周りを見てないとできないはずじゃん。だから自分を持ってないんだよ、逆張りって。うん。やっぱ人のこと気にする人間なんだろうね、逆張りばっか。だから気にしてるからこそ逆張りができるわけで。うん。でも、ある程度そういう世の中のそういうものを見ていかないと、逆張りってできないな。まあ、日本人ってそういうの気にしやすいから、やっぱ逆張りが得意なんだろうね。うん。ずっと気にしてるし。ずっと口悪いな、俺。あ、30分経った。